していただきありがとうございます。ショートチャンネルの任天堂スイッチ集まれ動物の森、こちらの動画を、今からね、作成していこうと思ってるんですが、早速ですね、ちょっと前回ね、ライブ配信の時にちょっと集まれ動物の森っていうことでね、島をちょっと案内してって軽くやってたんですけど、そちらのね、ライブ配信見てない方のために、今回ね、自分の任天堂っていう島を作ってるんで、こちらの方をね、一周ぐるりと回ってみて、はい、やっていこうかなとちょっと思っております。ねちょっとね、掃除とかね、片付けとかちょっとやんないといけない部分っていうのはちょっとあるんですけど、こちらの方ね、今から行っていこうかなと思っていますけど、まずはね、島の案内っていうところから行こうかなと思って今ね、動画を撮影しております。はい。ということで、しずえさんね、雪の結晶を集めて冬の思い出のものづくりを楽しみくださいということで、これ雪がね、ちらついてるんで、それ虫取り網で捕まえて、DIY のね、レシピがあれば何かものが作れるっていうことがあるイベント中なんですよね、冬の時期っていうのは。なのでね、そちらの方どうですかっていうふうに、今ちょっと案内を進められたところでございます。で、これがね、私のお家みたいな感じになっております。はい。なのでね、この家からスタートします。で、ここね、もともとね、博物館があったとこなんですけど、博物館にね、ちょっと移動していただいて、僕の家を建てて、まあ、このようにね、和風な家をね、作ったっていう、こう、電信柱と松の木みたいな感じと、まあ、ここちょっとマリオ関係のやつ置いちゃったんですけど、で、次に、まあそこ倉庫だったり、ちょっと美術的なやつ、あとはマリオの土管を置いてみたりとか、ちょっとやってみてるんですけど、はい、ということで、こうちょっと今歩いていきますけど、ここ家の前にちょっとしたね、物を置いてるスペースっていうような感じになるようなね、場所を作ったり、上の方に上がっていくとね、ここをちょっともう映すべきかどうなのかわかんないけど、お墓のゾーンになったり、ここはね、キャンプ場として使えますよってことで、ここお魚取れるとこ置いてあったりとか、あとはね、ここ、島に遊びに来る動物のためのキャンプする施設をここに置いて、ソロでキャンプができるようなテント建てたりとか、あとはね、動物の、住宅地っていうのをね、一軒ずつ集めて、ちゃんとね、一個の家に対して電信柱が一つあるような感じでね、作ってます。うん。で、この周りにお花を植えたりとか、石畳にしたりね、して、やってるんですけど、まあ、この辺ね、ちょっと電信柱置いてなかったんですけど、うん、で、なおかつね、久しぶりにゲーム起動させたんで、ここ、蓋が生えたら生えっぱなし状態ですね。すいません、申し訳ないです。で、ずっとまあ、こちらの方に進んでいくと、またね、家の方が何軒かあって、ここだけ電信柱があったり、っていうような形になってますね。で、まぁ、ちょっとダッシュして進みましょう。で、お墓の、まだ奥っていうのがちょっとあるんですけど、こちらね、工事中。何かを作ろうと思って途中にしてるところはいつも工事中みたいな感じで、鉄骨とか看板だったりね、一輪車とか置いてみたりとかってこうやってるんですけど、まぁ、ちょっとね、うん。あそこは何にしようかちょっと考え中だったところで終わってるんですけど、これ役場のね、近く。役場の近くにベンチがあって噴水があるみたいな感じで。はい。ちょっとここでゆっくりできちゃいますよっていうのと、ここはね、
エイブルシスターズって言って、服屋さんがあるんですけど、ここからは公園ゾーンですね。自動販売機があったり、お店があるんですけど、お店の店員さんをね、モチーフにするために人体模型を置いてるんですけど、ちょっと怖いね、夜見ると。で、ここ電話ボックスがあって、ここから先はね、一応公園みたいなスペース、バスケットボールを置いたり、ラグビーボールになってるんですけど、前はね、ここね、なんかボールそれなりに置いてたと思うんですけど、で、砂場があったりとかして公園建ててるっていうようなイメージですか。で、ダッシュしていきましょう。ごめんなさい、動物の方おっしゃいました。まあ、ここら辺ね、ちょっと乱雑に物を置いてるんですけど、ここちょっと正月感溢れてますけど、車を置いてたりとか、これ2022年のね、バルーンのインベントでもらったやつとか、こんな感じで、ウェルカムみたいな感じでね、人が遊びに来た時にっていうような感じでやってるんですけど、で、ここ、たぬき商店があるんですけど、ここの横はね、畑のゾーンですね。畑ゾーン。はい。そして、ここが、自分以外の、操作するキャラクターがいるお家になりますね。居住区になります、ここが。で、自分以外のキャラクターが1、2、3、ここが美術館ですね。で、2軒あるんですけど、まあ、2軒あって、3軒目のお家が、たぬき商店の横。ここですね。で、中入ると、まあ、ちょっとここだけ中紹介しちゃいましょう。こちらね、中入ると、まあ、ちょっとゴキブリいっちゃってるんで、久しぶりね、起動させたんであれなんですけど、コーヒー屋さんをイメージしてるんですよね。はい。ここで手洗ってもらって、水が出てとか、こちらに座って、コーヒー飲んだりとか。まあ、そんな感じで、カフェ的な感じなね、お店でみたいな感じで作ってるんですけど。で、こちらを出て、すいませんね、僕の任天堂の紹介なんですけど、出て、まあ、ここら辺もちょっと乱雑になってますけど、これ今度片付けていきます。ね、ここはね、公園っていうか遊園地のスペースみたいな感じで、まあ、簡単に言うと USJ みたいな感じですかね。で、こちら行くと任天堂のワールドみたいな感じで、任天堂の作品に触れ合えますよみたいなゾーン作ってっていうような感じで USJ をモチーフにしてみました。で、この上に上がると、こちらの方に行くとね、リオのカーニバル風な感じで、音楽が鳴ってたりとかね、そういう感じの広場になってるんですけど、あと、最後にこちらね、ここはもうコレクション、自分がね、作っていいなと思ったりとか、埴輪だったりとか、骨董品集めたやつとかね、贋作はなかったような気がするけど、あるのかもしれないっていうような感じですかね。で、ここに、あともう一個化石置くと、多分ティラノザウルスかなんかがね、胴体ができてしまうんじゃないかなっていうのと、こちらの方はね、ゴジラですよ。ゴジラ。あ、スコップ持ってるからダメなんだ。はい。ね、ちゃんとね、口から火吐いてくれるんですよ。あれ？あ、ほら、口入ってくれたでしょ、火。っていうようなね、感じな僕の島っていう感じですかね、任天堂っていうような感じで、この島をね、ちょっとしばらく、動物の森、ログインやってなかったので、荒れ放題になってるしね、土地をね、今からきれいにしていこうかなと、今後思っております。で、今回はね、軽く、
任天堂の紹介っていう感じで動画作りましたけど、まあ、今後ね、皆さんの島の方に遊びに行ったりとかね、してみたいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録等よろしくお願いします。はい、それではですね、最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。